はい、トレハリ級生活院院長の石村です。お願いします。本日は鍼灸師の皆さんどう直しますかについてお話したいと思います。この動画はですね、5回目なんですけど、まあ鍼灸師のね、皆さん向けに、まあ、送ってる動画ですね。その鍼灸師の皆さんがですね、マッサージ、整体、回路、まあ、局所治療をね、やってる方にですね、ちょっとまあ、物申したいっていうかですね、まあ鍼灸業界をですね変えませんかという内容のね、動画なんですね。鍼灸師の皆さんっていうのは10万人もいますので、鍼灸師の皆さんがですね、まあ、本物の東洋医学をですね、実践されることによって、この医療業界が変わると私は思ってるんですね。ですので、まあ、そのね、まあ、力添えというかですね、皆さんの社会的地位向上プラスですね、まあ、治療院の安定向上にですね、絶対に役に立つですね、まあ、東洋医学というものをですねちょっと知っていただきたいと思ってですね、まあ、動画を上げてる次第ですね。例えばですね、まあ、こういった患者さんがまあいるとするじゃないですかね。まあ、この方はまあちょっとね、今回の、患者とまあ60歳、まあ、70歳ぐらいのね、方ですね。70歳ぐらいの方ですね、まあ、主訴がですね、まあ、高血圧、まあ、皆さんのところにですね、まあ、高血圧治してくれってくるかどうかわからないですけど、まあ、高血圧、腰がしんどい、下半身がだるい、ね、下半身がだるいというね、もう腰から下がもうだるくて仕方がないってね、いう方もまあいらっしゃると思うんですね。まあ、あとは冷えですね、下半身の冷え、冷え、まあ、特に下肢ですね。まあ、その赤いところが主訴なんで、まあ、血圧が高くて腰とまあ下半身がだるいのをどうにかしてくれと、まあ、こういう人もまあいますよ、ね、下半身腰から下がもうだるいだるいだるいっつって、あとね血圧も実は私も薬飲みたくないんでね、まあ、できれば治してくれたらというね、いう人がまあいたとするじゃないですかね。まあ、マッサージ、整体、回路、まあ、局所治療をね、まあ、メインとしてるね、針をまあちょろちょろっとかしちゃうしかしないとこだとですね、まあ、腰にドーンって針をね打ってですね、下半身がだるいから下半身もみもみってしてね、まあ、高血圧はまあどうやって治すんか、まあ、こういった治療院さんはどうか分かんないですけど、まあ、これはですね、1234の動画でも言いましたが、全体像を把握するっていうのが必要なんですね。全体像を把握するね、それにはまあ問診票でですね、他の症状もやっぱり聞けるようにしとくべきなんですね。まあ、例えばですね、この患者さんが、まあ、主訴、高血圧、腰がしんどい、下半身がだるいと、まあ、いうことなんですが、まあ、この辺もですね、まあ、鍼灸院にまあ相談されるかもしれないですけど、まあ、他に変形性膝関節症があって、下半身が冷えて、むくみがあって、骨粗鬆症があって、夕方調子が悪い、まあ、あと最近なんかものね、ものを覚えられないと。ね、あとまあ不眠があるということをね、まあ主訴以外にまああったとするじゃないですか。でもこの患者さんはその鍼灸院に対してですね、まあ、まさか例えばですね、この中だったらまあ不眠が治ると思ってなかったし思ってなかったり、夕方調子が悪いっていうのがね、改善すると思ってなかったり、まあ、骨粗鬆症がね、改善すると思ってなかった場合はですね、まあ、伝えないんですね。でもですね、まあ、問診票にそういうのがあれば、まあ、書いてくれたり、さらにまあ問診票を深めることによって他の症状をまあ聞き取れることができるんですね。やはりこの全体像を把握するというのがまあすごい重要なんですね。まあ、うっすらね、気づいてる方も多いと思うんですが、まあ、この症状はまあ腎虚ですよね。膀胱門節、まあ、四神法、まあ、皆さんもね、学校でやったと思うんですけど、まあ、四神法ですね。四神法の中の膀胱門節の、まあ、問診の中でですね、まあ、こういった症状を、まあ、聞き取れたとしたら、まあ、これはまあわざと書いてるんですけど、まあ、腎虚の症状を言ってるわけですよね。まあ、60、70なんで、まあ、腎虚がまあ進んでますよね、どう見ても。あとはまあこれねちょっと書くの忘れました、まあ、夜間頻尿ですよね。夜間頻尿、夜間頻尿ね、いいですよね。まあ、夜間頻尿があってね、まあ骨粗鬆症はまあ骨ですよね、骨。
まあ腰が腰ね、腎臓のとこに腰があるじゃないですかね、だからまあ腰の症状をまあ訴えやすいんですね。あとはまあ五臓六腑の高さで症状をね、言うという話をしたと思うんですが、まあ腰から下はやっぱり腎臓が一番近いじゃないですか。だからまあ下肢のだるさを訴えるんですね。あとはまあ腎は水を司るんで、まあむくみと関係すると、あとはまあ排気の時と違ってやっぱり下半身の冷えはですね、まあ腎臓が司っているということですね。変形性膝関節症もまあ腎ですよね、まあ骨なんで。まあ、あとは高血圧もやっぱり腎臓と関係しますよね。まあ、腎臓とまあ心臓のところにですね、そのセンサーがありましたよね。高血圧、血圧のね、まあ、そういったところにもまあ関係するわけですね。あとはまあ不眠もですね、まあ、私の YouTube 動画で不眠症の治し方のところでね、話しましたが、まあ、心と腎のね、力関係でやっぱ不眠も起きるんですよね。こういったこともあると。あとはまあ記憶障害ですね。まあ、記憶障害はですね、まあその脳みそとこれがするじゃないですか。腎というのはこう取り込むんですよね。取り込む力なんですよ。だから子供なんかとですね、あの神経衰弱やったことあります？もう私も絶対勝てないですもんね。あと私がまあ小学生の時にですね、親戚のおじさんとかと神経衰弱したら、なんでこれ覚えてないのって、思った、まあ、記憶があるんですね。まあ、それほどですね、腎というのはこうやってパッパッてこう短期記憶、まあ、取り込む力を、まあ、関係するんですね。取り込む力と、その取り込んだものをですね、ちょっと出すのがこれ実は火なんですよね。さらに、ドーンって出すのが、ここからドーンって出すのが肝のパワーなんですよ。まあ、ちょっと余談なんですけど、ですので、まあ、取り込むのは、まあ、腎なんですね。まあ、ちょっとね、話それますが、高齢の方でね、最近なんか物忘れがひどくて、なかなか出てこないのよとか言う人いるじゃないですか。ね。でもですね、その、覚えてるということは認識してるんですよ。だから、自分の頭の中に、例えば芸能人の名前とかね、最近全然出てこないのよとか、人の名前とか全然出てこないのよって言うんですけど、その人の名前を覚えてるという、まあ、その認識はあるんですよ。ということは、腎の中にしっかり入ってるんですよ。ただ、出せないということなんですよね。まあ、だからこれはね、認知症ではないんですよ。認知症っていうのは、覚えてることを覚えてないですから。記憶にあるということも忘れちゃうんですよね。ですので、まあ、それとはまあ全然違うレベルなんですね。まあ、話戻りますが、記憶障害はやっぱ腎虚ですよね。出せないとは間違いですね。記憶、最近ものを覚えれないっていうことなんですね、ここで言ってるのは。まあ、ですので、まあ、防軍問説の接心もされて、まあ、笑福婦人も、笑福婦人ね、まあ、皆さんも知ってますよね、笑福婦人。笑福婦人も、まあ、しっかり見て、本治法としては、まあ、腎虚の可能性がやっぱ高くなるじゃないですかね。高くなりますよね。まあ、あと表治法としてはですね、まあ、むくみなんか、まあ、当院では、まあ、失眠にお灸するんですね。失眠に、まあ、あとはですね、まあ、腎虚の場合は、まあ、小介裂血の奇形牛なんかいいんですね。まあ、そんなもんですかね。あとはまあ三陰交なんかもね、使ってもいいと思いますよ。まあ火、肝、腎が関係してますからね。まあ、そんな感じで攻めていくんですかね。まあ冷えなんか、まあ八陵穴とかね、あとまあ除湿なんかにうちだったら治療するんですが、まあそういったところをやると、何回も言うんですけどね、こう全体像をやっぱ把握するっていうのが必要なんですね。もう何回も言ってますが、ね、木を見て森を見ない西洋医学、ね、まあ、高血圧、腰、だるいのはまあ見ますけど、まあ、その他知りまへんよっていうのが西洋医学、森を見て、気を治すのが東洋医学なんですね。その他どんな症状あるんですかっていうのをね、やっぱり見ないとですよね。まあ、特にですね、60代70代の方はですね、やっぱりその虚してることが多いじゃないですかね。虚、実と虚ですよね。まあ、ほとんどの患者さんはやっぱ虚が多いわけですよ、ね、生命力が落ちて機能が落ちて、まあ、症状が出てますので虚、まあ、してるわけですよ。そういった落
ちいちゃんおばあちゃんに加圧は処方につながる、本当良くないと思いますよ。めっちゃ良くないと思いますよ、本当にね。まあ直してあげたかったら東洋医学勉強してくださいよ、本当良くなりますから。こんな人にマッサージとかね、まあ僕はもう患者さんに嘘をついてるとしか思えないですね、本当に。まあ皆さんがねそれで本当ビシバシ直してるんだったらそれはそれでいいと思うんですが、治んないですよこんなマッサージとかしても。治りますこれね。まあそれでですね、あとまあ火のないところに煙は出ないね、火のないところに煙は立たずね、症状っていうのは煙なんで、まあ腎虚というとこからこういろんな症状が出てくるわけですよね。腎虚があったらまあ腰がしんどいしだるいし、まあむくみ冷え下肢ね、まあババババってありますよね。まあそういったのがあるんで、まあ腎虚を改善すればまあこういった症状が出ないということなんですね。あとちょっとこれ言い忘れましたがね、この夕方調子が悪いっていうのがあるじゃないですかね、ちょっと消しますよ。夕方調子が悪いはですね、こういう人いるんですよ。夕方すごい調子が悪いっていう人、年齢ね、高齢の方で、まあ、ちょっとインターネットでですね、死後ルチューとか調べてくださいよ。ルチューってどうでしたっけ、ルチューのチューってどうでしたっけ、まあ、チュー、そうか、死後ルチューとか調べたら出てきますからね、24時間ありまして、午前0時、午後0時ね、2時間ごとにですね、各五臓六腑がこう働くんですよね。例えば1時から3時が噛んで、3時から5時が吐いてとかこうあるんですよ。この時間でね、朝方ってこう喘息の人発作するじゃないですかね、こういうふうにこう働きがこうバトンタッチね、リレーみたいにこうバトンを与えられてるんですよ。バトンを渡すんですよ。で肺の時間に肺がしっかり働けないから喘息がまあ起きるということなんですね。夕方のですね、17時から確かまあ19時だったと思うんですけど、これはね、腎が配当されてるんですよね。で腎にこうバトンが来た時に腎がしっかり働けないから、まあ、すっごい体調が悪いっていうんですよ。そんな人にこんなんやってても、もう何の解決にもなりませんから。社保してるだけなんで、社保。ね。こういう人はやっぱりね、しっかり腎を高めてあげないとダメなんですね。まあ、例えば漢方だったら六味丸とかね、八味丸とか五射腎気丸ですよね。五射腎気丸。八味丸、六味丸、五射腎気丸あたりをですね、ちょっと教えてあげながら、腎を高めていくというやっぱ治療が必要だし、この人がまあ元気で笑顔で、本当にありがとうってね、心の底から言ってもらいたかったら、まあ、そういう治療をしないとですね、まあ、ダメだと思いますね。再三言ってますが、この動画はですね、東洋医学をね、あんまり実践されてない人に、まあ、向けて私は送ってますので、他の流派でもうしっかりやってるっていう方はですね、まあ、石丸何言うとんねんと、もう全然お前のやり方違うでと、もっと治るやり方あるんやでって言うんだったら、まあ、それはそれで本当にもう頑張ってくださいと、僕より絶対優秀なんで、ね、僕なんかもう本当に前も言いましたけど、猿でもできる鍼灸治療の会を作りたいと思ってるぐらいなんで、もっともっとこう素晴らしい治療っていうのはあると思うんで、そういう方はもうそのまま突っ走っていただき、まあ、マッサージとか整体とか帰るとかね、まあ、特に私はこれがね本当に気に食わんですよね。これね、ないから、局所治療なんかありえないっすよ。局所治療なんか、東洋医学っていうのは全体像を把握して東洋医学なんですよ。そんなんに鍼灸治療を持ってくんな思ってますよ私は。これほんまね恥ですよこんなやってるのね。敵をね、作るような表現をしましたが、こんな内容ですよね。本日は鍼灸師の皆さんどう直しますかについてお話しました。私はですね、鍼灸師の皆さんとですね、東洋医学を、実践し、今現在ですね42兆円ですよね、医療費がね。もともとはまあ2100億円ぐらいだったんですよね。これがまあ60年前なんですね。
60年前からね、今なんと200倍ですからね、明治7年に、明治維新の一端で、まあ、文化だけでなく医学も西洋化されちゃったんで、まあ、こういうねこんなざまになってるんですよ。これをですね変えれるのは東洋医学しか私はないと思ってるんでね、鍼灸師の皆さんがですね、もっと怒ってほしいと日々、思っておりますね、この医療費皆さんも払ってますからね、その辺重々理解してくださいね。今度消費税 10% 上がりますけど、これが改善されたらもう 0% に戻してもいいんじゃないですかね、それぐらいのやっぱり勢いのある数字だと思いますよ。これは本当日本の国の 40% ぐらいお金使っちゃってますからね、もっともっと鍼灸師の皆さんがですね、世の中の患者さんをですね、ビシバシ治せるように、なっていただくと、まあ、10万人もいますのでね、変わっていくと思いますので、よろしくお願いします。以上です。